ちょっとピリッとするキャラクターが来たので、うん、ちょっと今後の僕らのリアクションがちょっとどう変わっていくのか楽しみですね。前からね、その鬼ちゃんのその鬼嫁っていうのは出てましたから、ね、どんな感じなんだろうっていうのはずっとあって、でも今日はちょっとこう笑顔のその向こう側の裏の顔もちょっとね、はい、出てましたから、こっからどう俺たちが調理されていくのか、うん、楽しみですね、はい、うん、演出上ね閉まるな閉まるわ、うん、今日もめっちゃ見られてたもんね。だからなるべく目を合わせないように弾けました全然目が合わない、うん、いやまあそこで睨まれてたら多分あの動きにはならなかったですね すごくもう息の合ったお三方なので、なんか一緒にやらせていただいてとても心地よかったです、はい、前室でもすごく会話が盛り上がっていて、うん、結構ふざけてばっかりふざけてますね。そうですよね、うん、そうだから本当にこう三太郎のその空気感そのままで、でもずっとそうだよね。そうだよね。あれ一番なんか今よそ行きになってるけど年甲斐もなく恥ずかしいですけど、うん、歯医者さん怖いです。なんか吐いた時の匂いとか、うん、音とか空間があんまり得意じゃないのでちょっと怖いなって思っちゃいます。確かになって感じですね、うん、子供の頃にね、うん、嫌だった思い出がね、うん、ねえ、うん、今は嫌じゃないですか皆さん歯医者さんは。俺も嫌ですね、うん、言われればそうだもんね。できる限り行きたくないですね。ねえ桐谷さんどうですか。そうですね、まあそんな怖くはないですけど。怖くはないですね。怖くはないですけど。怖い人いますか。いや、いないですかねいないですかね、怖い人別に、うん、そうですね、はい、だいたい寝ちゃうんです僕歯医者行って上向いたら。寝れるんだ、ね、え、音大丈夫ですか。寝ちゃうんですね、だいたい。へぇ、いいですね、肝が座ってますね。あ、そうかもしれないですね。寝ちゃうっていうのはどうですか。じゃあいやでも音とか響く感じとかがすごく苦手で、リラックスできない。はい、そうそう、うん、まあね、あと麻酔の注射が一番痛いじゃないですか、はいはいはい、ね、うん、嫌ですよね。よく寝れますよね。ねえ寝れないんだそうですだよね先延ばしにすることは大人になってからないですね。子供の頃はね、勉強、テスト勉強とか宿題とか、うん、先延ばしにしてましたけど、うんうん、できる限り先にやっちゃおうっていう感じで今なってますからね、うん、確かにね、大人になるとそうなりますよね、うんうんうん、痛い目に遭ってるからね、やっぱ夏休みとかでずっと宿題せずに、ね、夏休みの課題とかね、そう、うん、そこでやっぱ学んでるんでしょうね、きっとね、うん、台本覚えるのとかどうですか。割ともらったらすぐ覚えますか。どうだろうな、早めにでもなんとなくね、うんうん、なんとなく入れときたい、うん、あ、俺あるわ、うん、睡眠時間、うん、どうぞ、もうついつい飲んじゃう。あ寝なきゃ寝なきゃと分かってんのに、うん、いやまああといっぱい飲む、しかもちょっと元気だしね、そうそうそう、飲んでるとね、うん、だから台本も帰りの車とかで覚えちゃいます、明日の分とか、うん、飲むために。なるほどね、かっこいいね。で飲んで移動時間も仕事するぜって感じ、その間に覚えちゃうんです、うん、家行ったら何もしないように飲みたいから、そう、でも寝りゃいいのにやってますわ、先延ばししてますわ、毎日のように、毎日のように、うん、睡眠大事ですよ。そうなんですよね、分かってんすけど、うん、多分今晩もまた高さんに言われたなって思いながらこうやって、うん、やってると思う。睨まれたしね、睨まれたしね、うん、OK だったなみたいな悪くないなって思いながら飲んでると思います。それはいいんじゃないですかね。いいですね、うん、好きなことには使いますし、でも、うん、無駄遣いはしてないかなって感じですかね、うん、あんま意識はしてないですかね。そういう意味では現金で払ってないですね最近。ああ俺も一切、うん、それポイント貯めるためですか、うん、なんかその方が結局いいのかなみたいな、早いし、うん、そう
現金使ってもねポイントはないですもんね、うん、カードのね、うん、節約とかで言うとマイルとか貯めたり、はいはいはい、いいですね、うん、ちょっとお得かなみたいな、うん、そうですね、うん、私 EC サイトでお洋服買ってサイズが合わないけど返品するのめんどくさいからいいやって思って着ないのにみたいなことありますね、うん、ネットで買うとねそうですね、うん、そうそう確かに返品もめんどくさいですしねそうなんですよ、うん、もらったらいいじゃんそれお洋服、うん、洋服ビッタビタでそうそう背しか合わないですよ、ねね、ピッタしか合わない一応じゃ試してみますかそうですね、うん、これも何かのご縁ですよそうです、ね、節約ですからそうですね、うん、それ持っていくのがめんどくさいってなるけどまた送ります、うん、ありがとうございます、うん